スかける役。これミノルでいきますわ。マネーの虎みたいになっちゃう。ロッキーみたいな見た目してるから、ね、川上オンデマンドで。このままだと完全に厚切りジェイソンでいくことになる。真剣にやってくださいね。すげえ嫌なやつらだよ。ソフトオンデマンドですよ。サインで入るけどそういうのに出るって言ってた。うんうん、ちょっともう一回やって。確かにめっちゃいい酒。キャバクラやってねえかな。俺この後2時半から店のバイトの面接するんですけど、来るさ。面接する。俺ら行くんすか。俺も行きたい、俺も行きたい。圧かける役。圧かける役とかいるじゃん。いや俺かけれるかな。でも銃持って立てればいいんだ。オーケース用意しとくっすわ。今もうね、あり3人決まってんのか。さあさあ面接来る人が、これミノルでいきますわ。ややこ。え、俺どれがいいかな。あのマネーの虎みたいになっちゃう。何年かんでんじゃねえか。何年かんでん社長。だおいやつすごいな。社長が来てるってこれ。しかもこのタートルネックがマジ社長っぽくない。いや社長っぽい、社長っぽい。一人マネーのトラブル。オラが吠える。めっちゃ好きやん。これあれもあの人欲しいな。なんかホームレスから背筋回収で成り上がったあの人も来てほしいな。何作るわけねえだろ。ダメだ。何言ってか分かんねえよ。急にスイッチ入んのやめてくれ。店長今来るって。了解了解。何でも知ってるな釣り君。一番熱いの何。マネーの虎で。マネーの虎で一番熱いのは、うん、あれさ、ま、何年かんでのラーメンまずい。まずいって僕は美味しいと思わないですみたいなこと言ったやつね。そうそうそう、なんかタコスかなんかの話。あのいきなりバチ切れされるやつだ。そうそうそうあ、おれよなあれ。あれさ、多分あれかな。あ、いや、ちょ久しぶり見たくなったな。え、ちょ、このテレビで使ってみません、マネーの虎。いいのか、それ。いい気か。まあ、いや、よくない。多分それよくねえわ。だいぶ怪しい。じゃあ、剣、あの、ナレーションやっといて。いや、そう。俺がなんか言うために。朝もやしがうなる。うわ、小林社長作りてえな。俺、南原さん作る、南原さん。俺、色変え、の色ちょっと日焼けさせなきゃいけないですよ、何年間。確かに。いや、小林社長も黒いぞ。あの大体社長黒いぞ。でも南原さん本当にロッキーみたいな見た目してるからね。何番だって間違えた。あの何年かんでんの。お前なんでロッキーわかんだよ。タロン何年かんでん社長ロッキーみたいな見た目してるから。ちょっと行ってこようか。社長作り。うん、店長、社長作ってくるっす。社長、うん、店長、俺も社長作ってくるっす。社長、何年かんでん社長作ってくるっす。つかマネーの虎したくね。ラルさんクソ金持ってるっぽいからさ。ラルさんの資金でマネーの虎しようぜ。出資してもらって。でも俺それだったら俺吉田栄作さんの方で行きたい。それでは次の志願者の方どうぞ。あっち。いや、つかがなり作りてえな。懐かしいソフトオンデマンド。川上オンデマンドで。懐かしい。え、じゃあ俺あれ行きますわ。美空ひばりの息子。マジでいいな。来た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 。見つけんの早い。これ赤縁メガネかけるだけでなん。これ早く着替えないとさ、俺このままだと完全に厚切りジェイソンで行くことになる。マジで厚切りジェイソンじゃん。やばい、ちょっとだいぶ来るので、俺これかなりいけるくね。かなりいけます、かなりいけましょう、かなりいけましょう。これだから。これかなりいけるわ。いや、マジで近い、マジで近い。あ、でもちょっとだいぶがなってる。だいぶがなってるぞ、これ。まあ、だいぶ雰囲気は、雰囲気かなりいってる。すいません、今完成して、向かうところです。すいません、もちろん、バンチいるせいでしたっけ。だから、カナダさん来ましたね。ちょっと待って、俺もわかんない。行きますか。
大丈夫かこれ。ここでやるか。真剣にやってくださいね。面接するからには。じゃあその辺座ってください。我々はどこに座れるんですか。私横座った。一旦自己紹介もらっていいですか。はい、ロスサントスに8月13日から暮らしております淀川テルミと申します。はい、音楽のことで何か生業を立てていきたいなと思ってましたので、ぜひこちらで勤めさせていただきたいなと思い応募させていただきました。オリジナル曲あるんですか。はい、あるんです。聞けるっすか。今ですか。え、聞きたいな。カジカセで流してもらって。いや、ミュートにしてでもなんか喋りづれえわこれ。ちゃんと面接してるからふざけられねえわ俺これ。ご挨拶送りました。イレケイソ本山コゲ村屋店主コゲ村稔です。そしてこちらが タイミングどうなってんだよ。あれ、いけそうっすか。かなりです。あ、かなりさんの声がちょっと私聞こえなくて実は。あ、そうなの。あ、すいません、喋ってませんでした。はい、僕はね、高橋かなりって言います。それは失礼しました。すいません、失礼しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風が一段ありまして出てるんですね。つましてやべ。フルスイングで思いっきりシュートの勢いでパスしてきたぞこいつ。こいつの圧なんかかかった。やばすぎだ。なんでずっと見てんだよこいつ。ロスサントス見せておくれよ夢を。レディオンいつものコーヒータバコの煙一層リラックスお気に入りカスタム街に出し回すラッキーはいると運命なんで時に悩んで仲間たちと過ごす Every day Always be 癒してくれお気に入りあの子のオペロスサントス見せられて今もずっと輝き放つこの時を Yeah, oh yeah, たくさんのありがとうございました。あざすあざす。いやでも良かったですね。ありがとう。はい。ド緊張や。あ、ギターの方が良かったですか。あ、違う、いいんじゃないですか、いないから。こいつ笑わずにこれできるのすごいな。じゃあ一旦終わりで。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミノルなんかある、最後言いたいこととか聞きたいこと。いいですか。はい、これあげます。焦げついてから考えればいい。待って、ここなんかそういうとしか来ないの。焦げ村のイノルさん焦げ散らかした。あと500万払ってくれれば弟子入りできるんで。この人はラーメン屋やってます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。わー、なるほど、それであれだったんですね。ちょっと職人さんっぽい姿だったんですね。真剣にやってるもんね。ありがとうございます。真剣にやってんだったら全然うちでも。ありがとう。ありがとうございます。お時間とご足労いただきありがとうございます。じゃあ一回ちょっと外出て3時以降ちょっとお願いします。高橋さん、なんか出し切ってない部分とか大丈夫ですか。いや、ちょっとだいぶ準備不足だ。側だけなんだ。あいつマジやっとるわ。ありがとうございました。かなりさんもありがとうございました。いえ、僕はね、好きでしたよ。ありがとうございます。頑張ってね。はい、ありがとうございます。やばい、車掌だからそれっぽいあれ喋んねえと。焦げ村屋総本山焦げ村みどるです、よろしく。そしてこちらが。あれマジで終わってたな。あれマジで終わってたな。しかもあれ別に開幕だったらいいのに、あ、どんなタイミングであのパス送ってきてんだよっていう。どうでした。僕はね、好きでしたよ。なんで自己紹介にしなかったんですか。いやいや、あ、タイミングおかしすぎやろあれ。普通に笑って自己紹介できんかったわ。いや、こいつどんなタイミングで焦げ村屋総本山とか言い始めて。
そしてこちらの側じゃねえよマジで。高橋かなり今巻き込まれてすいません。多分ね、まだ淀川さんと話してからじゃねえかな、2人目は。いや、あの話も続きも気になる。なんか途中まで聞かせてたのに。確かにね。まあでもなんか一番大事なところまで行ったら、おい、ぶっちゃけ俺ら関係ねえからさ。いや、ちょっと俺も行きますって言いづらかったわ俺。あ、なるほどね。なんならこいつら誰状態すぎて気まずかったっすよ。序盤の序盤ガチ気まずかったな。序盤のこいつら誰かがエグすぎた。アツ担当とか言われて、俺ら多分なんかコスプレしていこうぜとか言って、それでだいぶ盛り上がってたけど、冷静に考えたらすげえ嫌なやつらだよ。しかも俺らふざけてんのにラルさんガチガチのちゃんとした面接してるからさ。え、なんか圧出してくださいって言ってたのに、ね、まあ、言ってた、まあ、言ってたから、まあ俺ら仕事したよ。仕事はした、ちゃんと頼まれたことはやった。いや、確かにこれからちょっとリファウンド作業が、あのクーリングオフ作業があるんで、ちょっと。ああ、そうかそうか、行ってらっしゃい。ねえ、剣くん電話、剣なら今リコール対応に行きましたよ、はい、リコール対応。え、待って、あの、なんか食べられなくなっちゃった。誰？いや、思い浮かべてる人です。これあれでしょ、ソフトオンデマンドでしょ。わかるなぁ、やっぱボタン。いやいや、知らないよ、私だって。もうほんと知らない、マジで知らない、本当に知らない。何やってんの。じゃあまた。え、何やってんの。ねえ、タバコ買いたい、タバコ買いたくてさ。タバコ買いたい。あ、今連絡しようと思ってたの。あ、タバコ焼けましょうか。いや、全然わかんないです。全然わかんないです。何の話してんのかね。何の話してるかわかんない。あとね、友達が働いてたんだよね、昔。ソフトオンデマンドで。そう、女の子。まあ、それは女の子でしょうね。いや、ほん、社員で入るけど、そういうのに出るって言ってた。ん、ん、ん、ちょ、もう一回言って。ん？なんて？え？社員で入ってるのに、うん、今度ビデオ出るんですって言ってた。へぇ、あ、やっぱ本当にそういうのあるんだ。あれ本当なんだ。私ね、はい、顔とか全然わかんない。いいですって、そういうの。いいですって。もう今更、ロッキー知らないとか言わなくても。え、本当に知らない。本当に、私、令和生まれ。令和生まれ。うん、本当に知らない。じゃあ、はい、令和生まれということで、またね、はい、またね、はい、また、あざした。ありがとう。バンさんも結構普段話してる世代的にちょっと近いか、まあなんならちょっと上な気するから、多分伝わるんだよな。なんか車の趣味とかが結構なんか近いんだよな。え、でもなんかしばらくやって ここにいて俺思ったけど、なんか他のゲームやる時よりこの街の人たちちょっと年いってんだよな、全体的に。多分平均年齢高いぞ、間違いなく。なんかやたら伝わるもんな、やたら伝わるし、なんかやたらなんでそんなん知ってんのみたいなこと言う人多いもん。え、ラルさん今日起きてる？あった？あ、起きてるっすよ、多分。まあでも多分なんか今忙しいっぽいっすけどね。何してんの？なんか仕事関係でどうたらって言ってた気する。でラルさんの仕事何か分かんないもん。うん、俺もよく分かってないっすね。ね、この間拷問部屋紹介されたんだけど。ああ、めっちゃいい部屋っすよね、あそこ。しかもなんか合鍵くれた。あ、誰でも連れ込んでいいってことじゃないですか。いや、連れ込むときはもう死体溶かすときぐらいじゃん、だったら。いや、でも、いや、その前に多分詰めれるっすよ、椅子あって。椅子あったけど、はい、いたけど、私が詰めることないじゃん。あの椅子を使うってこと、まあ、デートで。デート風呂もあるしってこと。まあまあまあ。シャワーなかった。シャワーなかった。あとトイレ超汚かった。まあまあ、多分あのトイレは別のもの流すんだと思うんで。あ、そうなんだ。はい、怖いね。そうですね。ミキサーとかあったっすか。ミキサーあった。ああ、じゃあ多分そうっすね。ミキサーあったよ。あと、マレ肉屋に業務提携してんだよねって言ってた。なんすか？マレ肉屋、知ってる？あ、マレ肉屋わかるっすよ。マレ肉屋の工場行ったことある？あ、いや、ないっす。そうそう、渡しました。じゃあ、まあ、行ってみてみたらわかるけど、何の肉を加工してるのかちょっとわかんなくて。へぇ、で、そこにララさんがおろしてんのかもしんない。そうって言ってた。業務提携してんだよねって言ってて、で、冷蔵庫の前に、はい、中が見えないゴミ袋が8個ぐらい置いてあって。ああ、いいっすね。しかもそこに感銘を受けたマクドナルドさんが作った拷問部屋も見せてもらった。マクドナルドさんが作った、そう、
そう、あのキャバクラの建物あるじゃん、あそこの地下に階段で降りれるの。へえ。そこに拷問部屋あって、めちゃめちゃ大きい電球とあと風を送る機械が椅子に向かってついてて電球見たことあるな。電球大きくないですかって言ったら、この電球で皮膚を焼くんだよって言ってマクさんが。そう、超絶怖い超怖かった。あ、マックさんってやっぱそういう一面あるんだ。俺そういうマックさんの怖いところ一回も見たことないですよね。そう、いや私もああいう格好してるだけのちょっと狂ってる人かなって思ったら、あ、本当にサイコパスな感じだったよ。すっごい。これ川上さん。はい。え？あ、カーシック。あれ、あれ、ガナ。いや、まあ、ちょっと所用でなんか、はい、コスプレしてます。あ、そうだ、天の寺さん。え、マネの虎、はい、おー、この車ってさっさと飛んでますね。わかりますね。虎、わかってくると思ってました。はい、ガクガク直しましょう。虎か、いかがわしい撮影家かなと。まあ、虎っすね。あ、虎、まあ、一応どっちもか